ありがとう。よし、じゃあ行きますか。よし、行くぜ。トイレからあっち側が見えるんだけどさ、すげえ綺麗だった、こっち側。てか、トイレすげえ綺麗にしたね。あ、そんなに。うん、あ、なんかこんなんだったっけと思ったけど。もうこれ、こっからもハイビームで行こう。いや、すごいよね。さっきみたいなスピード出してくるやついるから。ここいいね。長船台全然混んでなくて、むしろすがすがしかった。雨降ってなかったらもうちょっと車いたんでしょ。およそ 8.5 キロ。この時間が一番いいよ。だって前、先週めちゃくちゃ走ったじゃん。いつ？あ、車中。先週金曜夜の話でしょ。そう、それ夜中だからでしょ、ね、変な走りよ。走りやって、バカがっていいね。まだ最悪だ。知り合いなんて項目いらねえ、世の中に。ゴミ族の街か。ゴミ、ほんとね、ひどい。ゴミ族。ゴミでしょ。駐車場ガラガラなんて雨の日がありえねえな。うわ、綺麗ね。なんか顔見ら見てなかった。え、うん、いないな。見てたけど。道路しか見れないよ、狭いところ。赤いの。
最悪フェグやから、俺がじゃあせめて40キロまでで出せても、っていうか、じゃあないだからああいう走りするんだったら帰ったのレンタルしてないと思うけど、レンタルしてるし、あ、好きじゃあるの知らないけどさ、でもそうそうないんじゃないかな、通る人いるし、だってバス通るしね、そうそう、多分それはないと思う、無理だと思う、だから自分で英語でやってるでしょ、だから英語でやってるでしょ、結局バスが通らない場所で、かつその日本市民がもう生活圏内で使わなきゃいけないような道は多分無理だと思う、許可出してさらに通るよ、市が出すバカがいるかもしれないけど、うわこれ走りやすいだろ、これ事故だね、どう見てもね、カーブのとこだしな、ちょうどなんか自然に木が倒木してバルーンに壊れたらこれじゃねえな、あの石は S 字に仕上げてバカだね、結構なクラッシュじゃん、あれ自業自得、自業自得ってか自業自得以上だけど、ね、本当に意味わかるけど、ね、あれで最悪ここ通行禁止になったりするから、贅沢だね、ヤビス通り通っちゃった